エレちゃん。はい、というわけで案の定2週にわたることになりましたね。ちょっと話しすぎましたかね。はい、というわけで、今週もですね、総集編をお届けしたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しんでいただけたらと思います。それでは早速見ていただきましょう。どうぞ。エレちゃん、ちょっと次俺髪型で分かっちゃった。今日はスペシャルなゲストをお呼びしております。私の兄でございます、久保田悠希くんです。久保田悠希くん来ました ね。どうもお久しぶりでございます。私のあのキュウリンちゃんのお兄ちゃんの役をやってくれました。ありがとうございます。久保田悠希くん超かっこいいよね。久保田悠希くん僕とあれなんですよ、絵と一緒なんですよ。12個上。でもやったことないですよね。やったことはない。俺はやったことはある。ある、やったことある。18歳の時にズミズミズミでズミだから、変な話ゴーカート童貞。そうね、ゴーカート童貞チェリーゴーカート童貞チェリーでも勝てるよ。でも勝てる、やっぱハミルトンに合ってる。ハミルトンに合ってるから。なるほどね。ちょっとね、基本的に意味が分かんないし、だからやり方としては、一旦ちょっと練習、ハミルトンに合ったから勝てるって意味が分かんないでしょ。で、あとあのスコルピオをやってた時に、あのゆうきくんちょっとツイッター変なのよ。そう、ツイッター変なんだよね。変ではない。なんかどうもスコニーです、ドクピュッピュみたいなツイッターしてたでしょ。やっぱね、常に何かこうインパクトをね、インパクト、やっぱ本編で邪悪な分、うん、あ、本当はいい人なんだっていうキャンペーンインスタキャンペーンだったんだ。キャンペーンだよね。いい人キャンペーン。ふざけたくなっちゃうのなっちゃうんですよね。ドクピュッピュっていう語呂すごい良くない？ドクピュッピュっていう語呂すごい良くない？すごい言うと思う、ね、俺もすごい好きだった。めちゃめちゃ好きだもん。いや、わかるわかる。ピュッピュしますねっていう。ピュッピュしますねっていう。ピュッ、だから今日もピュッピュピュッピュ行きたいもん。ピュッピュ、うん、もう俺は久保田悠希が言うと下ネタしか聞こえないの、いつもどこピュッピュとかも。それはもう受け取り方次第です。そうですね、私は一切今一言も言ってない。言ってない。でもゴーカートこれめちゃめちゃ面白かったんだよな俺。だからエレちゃんゴーカートはいっていうのは年明けたらやろうと思ってんだけど、俺早い、やりません、ちょっとエレちゃん、そろそろエレちゃんカップ本気で来た来た来た。面白かったんだよな。なんかさ、普段僕運転する人だから、ちょっとそれとはやっぱ訳が違うね。だってアウトインアウトなんかやんないしね普段ね。エレちゃんカップやりますから、ちょっと楽しみにしてください。みんなこの日さ、俺ゆうきくん、久保田のゆうきくんにすげえ飲まされたの覚えてんだよな。あとお前髪短くなったな、ちょっとな。それぞれのウインナーがあるで、それ個性が。これ夏？それぞれのウインナーがあるで、それ個性が。ソーセージってね、みんな好きなのよ。みんな好き。形だろ。バカだよね。本当バカだよね。ゆうきくんの、ゆうきくんのちょっと下ネタはね。なんかね、なんかね、この人だから許されるとこあるんだよね。福山さんと同じ匂いを感じるんですよね、この人の下ネタに関しては。ソーセージの発想。あ、そうそうそう。やらしくない。なんか綺麗。サイズ感がね。すごく。今何時ですか？今ね、5時。一番いいね。一番いい。うん、日も長くなってきて。間違いない。ソーセージも心なしか伸びてるし。バカだ、バカ。ソーセージも心なしか伸びてる人のバカだよ、本当に。これ面白すぎる。心なしかってるのもう。あ、出た、この変なやつ。久保田悠希です。よろしくお願いします。すみません。あのさ、はい。お尻とおっぱいどっちが好きなの？おっぱいです。若いね。でもまあ、俺も好き。本当ですか？あの、何カップからいいとか？まあ、F から G が限界かな。なるほど。やっぱ G とかでいいですか？ちょっと大きいかもね。ですバカだよなこれ。これに関してはですね、私あの同級生から、高校の同級生から LINE が来まして、これ大丈夫かお前っていうのが来ました。やっぱりキュウリンジャーやって、キュウリンジャーのお兄ちゃんね、兄弟 F から G とかの話していいのかって、普通に心配の連絡来ましたけど大丈夫です、全然問題ありません。
社長笑ってるから大丈夫です。はい、そんな感じでね、ゆうきくんの時間でございましたけども、久保田のゆうきくんもね、このゴーカートやってから本当にハマったみたいだよ。ゴーカートめっちゃ楽しいっつって、多分でも楽しいっつったけど一回も練習行ってないと思うけど、だから久保田軍 VS 岸軍でもいいのかもしれないよね、エレちゃんカップ1回目は。でも久保田ゆうきくんの友達を連れてくると、あの綾野剛さんとか山田孝之さん来る可能性ありますから、そうなってくると私はついに吉沢亮になるのかな、これってなるレベルになっちゃうんで、ちょっとあの一旦その久保田ゆうきさん誰呼ぼうかね、エレちゃんカップちょっときなんか膨らむよね、何でもできるもんね、場所もアクセスもいいし。あれどこでしたっけ、あれは北千住、行きやすいわ確かに。だからちょっとエレちゃんカップはちょっと本当に確実にやりますので、ぜひお楽しみに。あの大塚明夫さんもエレちゃんカップだって僕声かけてしまいましたもんね、言ってました。だったら全員ありですねすごいことになりますよ。1周年でやりませんか。1周年でやりますか、うん、4月の暖かくなった時期ぐらいで1周年企画にしますか。じゃあ1周年企画でとりあえず今まで出てくれた人全員に声かけてみます。それでやります。結構みんなが OK したら普通にそれ番組ですよ、地上波のね。でやるとゴーカートでしょ。え、女性陣は応援みたいな感じですか。やる女性陣も。ルカとかやりそうだけどね。あ、何周のやつ俺見ちゃう全然俺見とれちゃうよね。え、まあそんな感じで何の話。じゃあ次行きたいと思います。はい、誰、ただの家族でございます。来た、鉄次だ。鉄次です。はい、給料日やめなさいよ。ご飯食べ炊くな。この人さ、永遠にご飯炊くって言えないんだよね。ご飯食べってなんかご飯食べって言い出すんだよ、意味が分かんない、ね、全然はい、鉄次ですね。これ札幌だね。あの前日札幌でライブして長身と短身がじゃあカニ食べようか。じゃあてっちゃんから。てっちゃんはね、やっぱ吉本坂に入ってからですね、あのボケツッコミ両方とも上手くなってきましたね。やっぱり芸人さんに囲まれるってそういうことなんだろうなと思いながら。このカニ、このカニは美味しかったな。これ朝何時、これ朝9時ぐらいでしょ。朝9時にだって2人ともビール飲んでんだからさ、やべえ人の末路みたいになってるね、これね。これよ、美味しそうだな。うてっちゃんそのまますぐビールじゃんこれ。いくね。あーあーあーあああ、うまいです。うるさいよ本当に、うるさいよ本当に。大変にうまいです。やばい、やばいよ。ご飯食べてくればよかった。今飯してるよ今俺。言葉が出てこない。キシ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 。本当だったら事故よこれ。本当だったら事故の間だからね。うわー羨ましい。瞬きを忘れてるね今。今瞬きを完全に忘れている状況を。うまいです。いやそうやんね、もう間違いないもん。でも面白かったですね。あのそうそうそうちょっと抜いてる川島くんが面白いよねこれね。これさ、これさ、今冷静にちゃんと見たけどさ、俺がいて、てっちゃんがいて、で奥にさ黒マスクのさ黒サングラスの帽子のやついて、で、あのマネージャーさんいて社長もいるでしょ。何の絵なんこれ。これも何の絵やったんこれ。あとさ、この色のサングラス似合う人いるの、てっちゃんこれいるのこれ、日本にいたこの人。びっくりするよね、超かっこいいよね。すっげえお腹鳴っちゃった。お腹すごい鳴ったんですけど今ね。この日さ、これも最初から懺悔するけどさ、前日あれなんだっけ、前日ライブして打ち上げしてないっすよね。なんかみんなどっか飲み行っちゃったっすよ、ね、俺ツイキャスかなんかしてたんだよ。じゃあツイキャスじゃない、なんだっけ、
俺インスタライブして、なんか その光景が翌日朝エレちゃん6時なのに、なんかすごい虚しくなって悔しくなって、あのご飯食べちゃいけないの分かってたのに、あのコンビニって爆食いして、翌日めちゃめちゃむくんでたエレちゃんなんですよ。だったら飲めよかったって思いながら。いやでもね、札幌から楽しかったなと思いますね。なんかあれ鉄人じゃないとできなかったけど、あの普段その一緒にいるからっていうで、あれからレンタル何々っていうのがちょっと若干ブームで、やっぱりね、誰にどう聞いてもですね、一番人気はレンタル安直っていうところありましたし、まあ、それは何なのかっていうのもぜひ見ていただきたいんですけど、もうすごくいい回だったなっていうふうに思いました。意外とちょっとあれだよね、あのヒューマン的な感じだったよね、最終的には。内容的にもね、牛の話とかしてね、あれは このエレちゃん意外とあのお子様に見させても大丈夫なエレちゃんだと思います。久保田由紀の絶対見せないでくださいね。はい、というわけではい、じゃあ次行きたいと思います。はい、本日は、うんうん、私のあ、ごめん、嘘だこれ、いつもむくんでるわ俺。はい、やっていきましょう。髪型がまた今回ですごくなんですよね。紹介します、大玉咲希くんです。サングラス似合うじゃん、こいつも。こちらで、太田雅也くんってね、ご存知ない方もいるとは思うんですけど、アミューズでね、ドリフェスっていうのやってたりとか、逆に言ったら銭湯に目覚めた、すげえ可愛い後輩なんですけど、そうそうそう、釣り行きましたね。これさ、正直ね、なんかもう東京と横浜の間ぐらいでやったじゃないですか。まあ、海も別に綺麗じゃないと思うんですよ。お魚いるんかなと思ってた、正直。でもいるもんですよね、ちゃんとね。びっくりしちゃった。マジ、なんかちゃんといるし、しかも釣りしてる人もたくさんいるし、あとちゃんと釣れるしね。これはね、結構面白かった。ただこれエレちゃんじゃないといけないなと思った。船借りて、まさに可愛くて、あ、そう、結構ね、そう、釣りながら落ちちゃうのよ途中で。で俺何を思ってるかって、一回刺さったものをが取れて海に放たれるわけでしょ。かわいそうでしょうがないと思う。だったら俺釣ってあげて食べたいなと思って。痛いでしょ、だって俺らがちょっと針刺されて放置されるもんでしょ。しんどいよ本当に。え、魚って痛覚ないの？え、本当に、うん、あ、痛覚ないけど血だけ出てるみたいな感じのはず。あ、そうなんだ、知らんかったそれ。あ、痛覚ないんだ。なんとも言えない気持ちになるね、それ。あ、だから魚釣り してるんだ、人って。別にそう、そういうわけじゃない、そういうわけじゃない。とりあえず間違いなくもう魚群はいないと思うですよね。結構もう、ただ一人ぼっちのお魚を捕まえるのはどっちかって話だよ。いや、そうなんですよ。うん、俺かもしれない、これは。え、来た？俺なのかもしれない。いや、嘘だろ。そうだそうだ、本当対決して俺勝っちゃったんだ。俺なのかもしれない。ゲストに勝たせない MC って最低だよね。来てるじゃないこれ。藤陽介だろ。うわ、嘘。しかも後輩よ。容赦なさすぎるよね。来てる、絶対来てる。来た。お、残り5秒です。4、落ちたー。イエーイ。こうエレちゃんを見てくださってる皆さんでも伝わらないかもしれないモノマネやってもいいですか？岸洋介の。なんだよそれ、俺知らねえそれ。洋介くんが二次審査 VBA で二次審査にスタッフさんが家に来ましたっていう時のオタクすぎる。ピンポンされてから受かったことを知らされた時の岸洋介のモノマネしてもいいですか？オタクすぎるわ、面白いなお前マジで。洋介くんがとことこ歩いてきました。ね、ちょ、変なことやってるね。で、一回入ったのに、洋介君、とことか歩いてきました。洋介君、出てきました。すいません、VBA のボーカルオーディションのスタッフなんですけど、って、ガチャ。これ、わからないですけど、なんすかこれ。で、いただきました。この時から恥ずかしくて見れなかったから、冷静に見たら面白いね。やっぱり、嬉しいとこうやって開けるんだね、みたいなこと開け始めて。ちょっと優さんのことバカにしてるしね、今ね。うん、いいね。合格っすか？え、合格っすかっていう岸洋介。ぶっ飛ばすぞ。ぶっ飛ばすぞ。いやだね、これ。マジでこんな話。いや、これは。これマジで、いや、本当に頼むから YouTube で検索しないで。本当やめて。YouTube なかったよね。多分ないよね。しょうがないよ、俺。俺家帰って見たんだ、自分で。いや、
まんまだった。いやいや、太田雅貴くんの回でございました。これはあのあれなのよ、俺のモノマネみたいな感じでやったやつは、僕が16歳とかでね、16歳かな、この世の中で一番調子に乗った時期なんですよね。だからあの家帰って話し方見たんだけど、ちょ何すか、わかんないですけど、何すかもうクローブ黒歴史、本当にもう、まああれがあるから今こうやってお話できるようになったかもしれないですけど、もうね、なんかあの頃のスタッフさんにね、心から謝罪をしたい。本当にいろいろご迷惑かけてすみませんでしたって思うような映像でしたけど、でもそんなあのやばいの見ながら同じ髪型にしてた太田雅貴が一番やべえと思うからね、それに憧れてねだから、まあ、雅貴もあのまた何かあった時にちょっと呼ばせていただこうかなと思ってます。当時のセルフモノマネやってもらっていいですか。今やったじゃんよ。何もう古いカメラに向かっていいよ。じゃあ岸洋介セルフモノマネ三次審査エグザイル淳さん、ヒロさんの前で言った歌う前の一言。歌は気持ちだって思ってて、だから心込めて歌います。聞いてください、時のかけら。バカ野郎バカ野郎やらせんじゃないよ。これ本当に言ってたんだよ。やばいでしょ、やばいよね。似てたでしょ。本人だよ、当たり前だよ。似てるに決まってんだろう。でも喋り方がさ、ほんとあんな感じだったんだよね、マジでやばいよね。でもなんかもうその過去すら受け入れられるようになってきた。もう26にもなってくると10年前だしね。あるでしょ皆さん、やっぱり10代の頃の恥ずかしい感じね、生きがってた頃あったでしょ。やっぱり歌は気持ちだって思うけどね、本当に。いや思うんだけどね、なんかその16歳が言うペラペラ感がすごかった今思うはい、良き思い出でした。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、誰次は。スペシャルなゲストが来てますよ。まあ、なんかあ、タイちゃんだ。友達とかそういうことじゃなくて、なんかまた家族来ちゃったみたいな感じなんですけど、ちょっと早速家族多いな、お前は。呼びたいと思います。よし、山崎大輝です。よろしくお願いしますなんで福山さんなんだよ。タイちゃんね、これもなんか最近のイメージタイちゃんです。よろしくお願いします。大ちゃん面白かったな、このカラオケね。バンドカラオケですか。マニコンだったらやんの、やんなくていいの別に。これマニコンって言うんだって。初めて知ったんだけど。怖いからさ、チェックしてもらうとき。そうだから英語禁止カラオケっていうのやったんですね。波形だけカーンになってるからそこだけ。大ちゃんいるとボケてよくなるのよ。英語禁止カラオケはね、なかなか難しかったんだよな俺。あの。アニメットなんて言ったんだっけ。合ってんだっけ。あ、合ってないんだ。赤いブドウの重量者合ってないんだ。赤いブドウって意味わかんないしね。そかそかそか。二回目なんつったの。赤いワインの酒ってなんなん。結構難しいんですよこれ。しかもあの予習禁止だったから、ギャグって何なんだっけ。冗談か。竜巻のね、トルネードね。タイちゃんだって絶対英語できないと思ってたからね俺。いつおらい分かんないの面白いね。いつおらい分かんないの面白いね。確かに。でもあのあと英語禁止カラオケやってくれた人いるのかね、視聴者さんでね。この唐辛子の方が新大久保より辛かった疑惑あるけどね。あれ、いで使えるわこれ。これ使えるわ。かわいい。パセラ。エレちゃん。何食わしたの。唐辛子。さっき食べたの何？唐辛子。なんで食べるの？タイちゃんは可愛いんですよ。でもこの人はこれさ、これ結構頼んだね。痛いよでも今。料理。これダメな？いやいやもうダメだ今。美味しさ。しかも結構これ夜中でしたよねもう。
夜中12時とか1時ぐらいでしたよね。やばい、うん、ごめん、事故発生。本当に弱いんだよね。でもタイちゃんの回はなんか補足もなくちゃんと見てほしいなと思う回でしたね。全部全部入ってる、もう中に。言うとすればタイちゃんは結構似てて、音楽もやってるし、お芝居もしてるし、で、俺が唯一ボケれる人だし、唯一っていうかね、俺ボケて大丈夫な人だったりとかしてね、僕は個人的にすごい楽しかった。なんで俺エレちゃんでレモン吸ってんだよ。そうなると思ってなかったわ。近くね、なんか。タイちゃんの回はどうなの、再生回数は。3万回ぐらい。1万5千、2万1千。へえ。英語禁止カラオケとか結構面白かったんだけどな。それが2万1千。あ、なるほど、うん、でも登録者数よりか見られてんだよね、毎回ね。チャンネル登録してよかったらね。タイちゃんに関しては、ね、結構あれなんですよ、この人テレビとかであんまり、その山崎、俺らが知ってる山崎大輝を出さないんだよね。で今回無理やり出させちゃったね、普段のうちにいる時のタイちゃんみたいなもの。だ、後半もお仕事の話とかして、これファンの人聞いたらびっくりするかもみたいなことを話しながら話してくれてたんですよね。だからそれは僕すごく印象的で嬉しかったな、なんていうふうに思って、なのでその2回ともぜひ再度見てもらえたらなというふうに思いますし、あと何より我々の非常にこう、もうこう、なんか何にも間がない間というかね、こう2人の間にこう、なんていうの、こういうのって、こういうのなんていうの、壁、そう、壁。日本語も出てこなくなってきた。ダメかもしれない。壁がない感じがちゃんと伝わるかな、なんていうふうに思ってますんでね、ぜひ見てもらえたらと思います。はい、じゃあ次、ラスト。今週はとんでもスペシャルゲストが来てくださるんですが、ちょっともうすぐ時間なので僕電話してみたいと思います。もしもし。おっと、こちらチューネイク。このさ、聞こえます？こちらチューネイクってさ、お待ちしております。了解。はい、時間には必ず。同じ俺多分マイク使ってるわけじゃん。いやこんなに違うんだなと思って。だから本当にすごい方がいらっしゃる。このままだってドラマというかさ、アニメ使えるもんね、声ね。このダンボール、これ藤森勇気がもうどうしてもやってくれっつってやったことですけど、これやったことでさ、他の声優さんの番組で秋代さんが質問でダンボール被ったことありますかみたいな、プライベートとかなんだっつったら、エレちゃんでやったよって言ってくれて、初めてやったっつってましたね。この番組で。ちょっと一つだけ、僕ちょっとかっこいいなぁ。いやー、ほんとようやってくださいましたよね、この段ボールに関しては。アルミホイルでボールを、これさ、家帰って見たの、ボール作ってる秋代さん、めちゃめちゃ可愛かった。どうしようかと思った。ガンガン丸になんない。なんかさ、回を追うごとにとしきくんも編集が上手になってきてるよね、本当に。あきおさんのこのダイジェスト良くない？俺すっごい好きなんだけど、 TikTok にあげたい。俺これが本当にエレちゃんの中で一番面白かったと思う、本当に。なんであきおさん平気なんだ？これさ、秋代さんやばかったよね。こればっかりは俺、視聴者さんに申し訳ないと思うぐらい俺の笑い声が邪魔だった。笑いすぎて本当に申し訳ないと思った。ただこれはもう止められなかった、面白すぎて。なんでこれ、秋代さんが横でさ、あとかも声もそうなんだけど、ってずっと言ってるの。それがね、やばくて俺しか聞こえない、それが。私もいいの？これは面白かったの。悲しい。出た。悲しい話。
明夫さんがこれつけたまま喋ってるっていうところね、全てのオチになるという話ですけど、やばいでしょ手これ、やばいでしょ手。その彼が東京で芝居なのにこう稽古する場所がない、稽古する期間に泊まるところがない、はい、じゃあうちは広いくて部屋が余ってない、秋代さんこれ秋代さん確信犯でしょきっと、うちに寝泊まりして稽古場へ通ってたんですけど、ね、はい、秋代さんってさ、いつからこの声なんだろうね。なんかもう秋代さんって生まれた時からこの声な気がするよね。おんぎゃおんぎゃ待たせたな自分の大切なところがこう風呂家の内側の若干の下ネタも入れてくれてね、それがとてもありがたいなと思いましたけど、楽しかったんですけどそれが映らなくなってしまった、つや消しになってしまった、それがとても悲しかった。なんちゅう話をしてるんだと思うんですけど、次はまだあるね、気配切りっていうのやります。そうだね、気配切り、これ俺自分でね、自分のこと見てね、ほんと死ぬほどダサいなと思いました。笑ってる意味が分かった、みんながもうダサいでしょ、なんなんこれ、もうダサいでしょ。秋代さんほらなんかもうさ、あの円張ってるじゃん、もうシュンって。俺も前かがみでさ、ほらもうほらもう怖くなっちゃって、怖いからとりあえずしゃがんどこっていう、もう防衛本能だよね、パンツ見えてるし、防衛本能働く、ほらもう怖い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 、逃げろ逃げろ。これね、やってる側めちゃめちゃ怖いからね、皆さんこう見てる側は楽しいかもしれないけど、やってる側怖いから。これはすごい、これはすごいよ、これは本当にすごい。はい、というわけで、総集編見ていただきましたけれども、俺もこうどうコメントしたらいいかっていうのがたくさんありましたけどもですね、それぐらいあの結構詰まっててまだ見れてないことがたくさんあるんですよ、この27回において。あのこうバツバツってこう今としきくんが編集して見せてくれたんだけど、それ以外のところに見どころもたくさんあるので、ぜひあのお忙しくなければというか、夜にあの1話ずつこう見てもらえば1ヶ月で全部見れるんでね、毎日1個ずつ見ればあの見ていただけたらというふうに思っておりますし、今後もあのたくさん楽しいあの展開をこう繰り広げられるようにエレちゃんも頑張っていきたいななんていうふうに思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただけたらというふうに思います。あとあのこういう企画をこの人でやってほしいとか、この人呼んでほしいとか、さらにはまあチャンネル登録者もあの増やしていきたいなとは思っておりますが、何より今見てくださっている人たちがこう楽しいなと思ってもらえるようなものをたくさんやっていきますので、ぜひあの皆さんのお声を聞かせていただけたらなというふうに思っております。さあというわけで、次週もエレちゃんお楽しみにということで、以上岸洋介でした。また会いましょう。エレちゃん、こんばんは、伊藤美久です、声優で歌手の伊藤美久ちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。伊藤美久です、よろしくお願いします、今日さ、美久ちゃんの何やるとか聞いてる？生きててよかったです。ごめん嘘。え、ごめん嘘。え、すごい、これ今撮ってる、もう一回撮ってる、どうしよう、やばい。あ私カメラに映れる顔してます？